ストーリー。ダーリーダガー、はいよ、任せな。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚。新たに老中の任について松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本から遥か遠く離れた島で船工房を営むダーリーであったが、とある夜何者かの手によって建造中の船が無残にも破壊された。事件の夜、仮面をかぶった奇妙な大男が彼女の工房にいたという話、そして外国行きの船に見慣れぬ大男がいたことを聞いたダーリーは、その男にけじめをつけさせるため大海原へと旅立つのであった。外流島出国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。ダーリーダガーバーサス覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。行くぜ。止め。どれ。行くぜ。止め。行くぜ。止め。それ。やっほー。行くぜ。止め。出る。そら。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。よっ。逃げんなよ。気をつけろ。本気で行くぜ。ほら、もう一度。沈みな。勝負あり。勝者ダーリーダガー。よっしゃ、飲むか。泣かしてるようじゃ剣士として一流でも男として同流だな。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。いざ尋常に一本目勝負。出やれ。行くぜ。止め。それ。おりゃ。行くぜ。止め。出やれ。おら。やっ。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。キャッチエンドシリーズ。やー、それでやら。いやー、チョーペン。ぶねーな。うら。やっほー。勝負あり。勝者ダーリーダガー。よっしゃ、飲むか。
そんなにもがいたところで勝てねえもんねえよ。の鼓動。ここで滅するも待たなさけ。いざ参る。ダーリーダガーバーサス服部半蔵。いざ尋常に一本目勝負。そのまま寝てな。二本目勝負。それぶねえな。こっちだ、こっちだ。バクインですよ。うら、うん、よいしょ。ディアぶねえな。ドリアスコイン。本気で行くぜ。もう一丁。はっ、沈みだ。勝者ダーリーダガー。よっしゃ飲むか。本には忍者がいるって聞く。まず面叩いて火を出すなんてすげえもんだな。あな悲しや、あな苦しや、憎し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 。味方が。さっさと抜け。貴様を殺す。ダーリーダガーバーサス騎馬神源十郎。いざ尋常に一本目勝負。本気で行くぜ。ほら、もう一丁。沈みだ。そのまま寝てな。二本目勝負。ふっ、それふっ、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 猪之課長ぶねえな。おれふっ、それやっほー。いくぜ。飛べ。でやだが、あたしこう見えても強いんでね。そんなにもがいたところ勝てねえもんは勝楽中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。
いざ尋常に一本目勝負。さて、こっちだ。そりゃ、やっ、俺、ありがとう。で、行くぞ。勝者ダーリーだが、そのまま寝てな。2本目勝負。うれっ、やっほー、やっほー、本気でいくぜ。ほら、もう一度、はっ、沈みな。勝者ダーリーだが、あたしこう見えても強いんでね。ギズノが何か知らねえけどよ、あんたただイラついてるだけじゃ。うず、メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。ダーリーダガーバーサスウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。どれ、いくぜ。勝者ダーリーだが、そのまま寝てな。二本目勝負。よっ、やったー。だが、あたしこう見えても強いんでね。占ってダメなら諦めるかな。少なくともあたし諦めないけどね。で、どうだい。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。カムイコタ、カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。ダーリーダガーバーサスナコルル、いざ尋常に一本目勝負。よっ、ヘッ、キャッチエンドシリーズ。
勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。2本目勝負。おりゃあてやら。私、こう見えても強いんでね。あの世を渡る船に乗るんだよ。グリーン。やっと見つけたぜ、仮面の大男。何が目的かは知らねえが、あたしらの船を壊したのが運の月だ。落とし前つけさせてもらうぜ。船、違う、俺そんなことしてない。お前信じてくれないのか。それなら戦うのみ。ダーリーダガーバーサスタムタム、いざ尋常に一本目勝負。どれ、ぶねえな。どれ、ぶねえな。どれ、ぶねえな。ブネナ、いい波だったぜ。いい波だったぜ。本気で行くぜ。ほら、もう一度。沈みだ。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。2本目勝負。やっ、やっ、俺が行くぜ。ぶねえな。行くぜ。飛べ。ドラ。ぶっ飛べ。スモーラ。ぶっ飛べ。スモーラ。決まりだ。だが、あたしこう見えても強いんでね。さあ落とし前よって。うわ、なんだ、仮面が勝手にどこ行くんだよ。下がれ。なればいい。静か千年桜。仮
苦しい。こんな価値のない滅びよ、何もかも。ずいぶん好き勝手言ってくれるじゃねえか。滅ぼすってんなら黙って見てるわけにはいかねえ。殺してでもあんたを止めてやる。いざ尋常に一本目勝負。どれ行くぜ。止め、いや、はい、でそれ、いや、はい、来るな、こっちだ、いや、はい、私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。
辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。戦いを終えたダーリーが最初に目にしたのは、地面を覆うかのように乱れる淡いした美しい葉であった。高い春の風の中、彼女は晴れやかに笑う。船を壊した犯人こそ見つからなかった。より価値の刑を目にすることが、ダーリーは仲間たちが待つ故郷を足を向ける。工房では犬たちがダーリーの帰りにいた。もう繰り上げられた船で彼女らを抱きしめた後、ダーリーはいつものように担ぎ上げる。一度ノコギリの音がたちまち工房に甘い戻った。彼の遅れを取り戻す彼女たちは奮闘するのであった。ダーリーが戻って数ヶ月、ついに式の日が訪れた。銃の住人が集まる。彼女は仮面男の姿に気づく。刹那の胸にあの日の息上がった。強な乙女たちの手によって男はたちまち捕られる。後の出来事を語ったもの、ダーリーの目は三日三晩で男の悲鳴はもう島中に響いたという。海賊？よく間違われるな。あんでも作れる。くさ。ごっこ。